2024年3月2日17時3分、今日の状況をお伝えしておきますね。まだ遊んではないんですけども、14時前ぐらいに佳子さまの子供の頃の声だと思うんですけども、ちょっと違和感があったんですよ。歩いてっていう声が聞こえてきたんですけども、その少し前の時間から、眠気が急に来て、以前と同じパターンですね。遊んでない時の16時前ぐらいから、だいぶ眠気が来ると。で、かといって横になっても眠れるわけでもない。で、春山整骨院の連中が来てと。まあ、その内容を、撮影していたんですけども、その歩いてっていう声に関しても、その春山整骨院に誰かが来るから、歩いてって言ってるのかなっていう気もするんですよね。で、まだ昼ご飯食べてなかったんですよ。で、眠気は来るわ。もう体がすごくしんどくて。で、今、精神的にもすごく参っています。元気に喋ってるように見えるかもしれませんけども、毎日ね、こんな日、こんな状況で毎日過ごさなきゃならないっていう状況に自分の身が置かれたとしたら、その励まされ骨の件だけじゃないですよ。いろんな件含めて、すべて。会う方法自体がね、その遊んではならないルールを延長をさせて、で、ずっとこう、こちらがんじがらめになってる。で、その状況とかもご理解してほしいし、例えば16日に励まされ骨、まだこの、今日お撮影した内容は、軽微な内容なんですけども、説明欄のところにね、その動画、何分ぐらいにどうこうみたいなことが書いてます。で、ここの左上の方の KVID2197 っていうところに関して、今ここの上のね、コードのところを意識したんですよ。そしたら、ちゃんと布をかけて、見えなくしてるんですね。で、ここはもう読まれても全然大丈夫なんで、もともといろんな人に見てもらうところの欄なんでね。この瞬間先ほど映像が変になったでしょう。これがコンピューターの AI 機能であって、コンピューターは身勝手に判断してしまうんですよ。自分の頭の中でも一瞬、ここの上の、コードを見られたら困る。その制作してるところにアクセスされたらどうなるかっていうことわかりますよね。だから、布をかけてるんですけども、だから、コンピューターのこういうふうな自動の作動と合う合わないに関して、コンピューターの自動の作動があるみたいなので、すべての状況をはっきりと分かってるわけではない。で、コンピューターも判断できていない。で、コンピューターに任せて、横を通り過ぎたりだとか、で、さらにはマスクをつけていたりだとかってなってくると、何のために今日一日苦労したんだろう、次の日も何のために苦労するんだろうっていうことになってくるんですよ、ずっと。いかにその、電話をかけない方法が無謀方法なのかっていうのは理解してもらわなければならないし、その、一応、ここ5年ぐらい前に、宇賀なつみが電話をかけてきて、あとは安藤桃というアナウンサーも、途中で電話変わったみたいなんですけども、その、宇賀なつみ自体がどういうふうな話を淡井圭介としようとしていたのかっていうところと、それとまあ、その時は安藤っていうアナウンサーのことを知らなかったんですね。今、報道ステーションに出てる安藤桃っていうアナウンサーなんですけども、その時に、その当時から、一応安藤桃はアナウンサーは、その頃はスポーツアナウンサーとしてテレビに出てたんですけども、まだ、その、新しく出てくる人たちの名前を、なかなかこちらも、特別覚えようともしなかったので、何かあった時に名前を覚えるみたいな形ですね。例えば、今のワールドビジネスサテライトだったら、藤井っていう人と、あともう一人、角谷、角谷っていう人がいる。そういった名前を最近認識し始めたぐらいなんですよね。ずっともうどちらがどっちかもう分からなくなってますから、普段は。なんか顔がどちらの人がどちらだったかなって。どうしてもそうなります。対象者の数が増えれば増えるほど、あんまり関係あるかな、ないかなっていうところで、物事判断しますので、で、要件が多すぎます。で、今日もその、遊んではならないルールをさせられてるような環境なんですね、結局。今、車の音が聞こえたけど、何かな。ああいうふうに、いずれ、コードを下げて、ああいうふうになってしまう。なんか車、また青い車来てる、いつもの。
だから何か動画の撮影を始めたからとか何かそういうふうなことで、来てるのか何なのか、全て違法行為ではありません。こちらの行っていることはね、向こうが先に違法行為を、多大な違法行為をしていて、昔建物解体になってる方ですからね。ちょっと待ってくださいね。まあ撮影できたので、まあ、いやもう気にないからね、本当しんどいですね。で、結局我が天下と我が天下戦国風部に関しても結論上で言うと、まあできるだけそのゲームをしない方がいい。それをすると、例えば我が天下の方だと夜中の1時過ぎまで寝れなかったりだとか、そういうような現象が見受けられますね。まあ電波でずっとごちゃごちゃ言ってこられるとか、まあ、何判断で自分がその行動するのかっていうところの部分でも、その歩いてっていう言葉に関しても、それは誰と会うために歩いているのかっていうことになりますから、先ほどの16時前の声は佳子さまの子供の頃の声のような気がしました。でいろいろ考えたんですよ。その晴間整骨院の連中が来るからそういうふうなことを言って、そのトラブルにならないようだとか、だからそういうふうな考え方でこう言った内容とかを音声入力システム、まあ Siri というか本当はエシロンだと思うんですけども、そういったところに記録が残って、そういうふうに聞こえてきているのか何なのか、だからもう分からないで、正直この時間帯に何か買いに行ったとしても、まあ割引云々とかがないから、まあ正直僕としてはほぼないんで、食べ物だから、まあ、不利なのは不利なんですけども、遊ぶこともできない。遊んだら遊んだで春山整骨院にいろんな連中集まってきて嫌がらせをしてくる。一応平日でも遊んでる時の状況だと、ああいう風に車がほとんど止まってない状況、あれ止まってるかな、この辺のキーとかもない方がね、分かりやすいんですけどね、どこの車が集まってきてるかっていうところで、例えばあの青い車だったら神戸5822-17-33、だからエネルギーの残存量問題とかそういうことをしっかりと理解できてない人たちがどうしても集まってきてしまう。そこにあのスポーツ関係者の人間とかも来てるから、もう何回もそれ見てます。あの日本代表とかプロ野球チームの監督、元監督だった人とかね、だからその辺のところで、まあ一つの車使っていろんな人間がのあの一つの車を使用してるみたいなんですけども、でそれがバレたらバレたで、向こうが電波で攻撃、なんかうるさいとかいうような声が聞こえてきてるんですけども、今電波の方でね、あの春山整骨院からの声じゃない声で、だからこれだから、もう早く閉じたらいいんですよ、春山整骨院。キリないから、本当に昔もそうだったんですよ、それで閉じてますから。であとまあ佳子さまとかにはこれね、だから昨日の、まあ、いつものことでもあるんですけども、その、結婚希望相手を一人に的を絞っていて、例えば、電波でうがなずみの声が聞こえてきたりとかでね、夜中、本人の声ではないと思いますよ。コンピューターが無理やりつなげてるのかもしれない。で、その時にその結婚希望相手をね、上夏みに変えた方がいいのかとか、やっぱりもうそれだけでもすごい苦しめられますね。そんなこんなをずっと十何年間も繰り返させられていて、でこの年齢まで来ていて、で人生がめちゃくちゃになってるのはまず間違いがない。だから電話をかけないっていう方法によって相手の人生を潰せるっていうことを理解していただきたいというところですね。それはその、まあ他のあの広人様
の三宅の、娘さんというよりも、どうなんですかね、娘さんという位置づけじゃなくて孫という位置づけになるんですかね。あの2人の女性の皇室の方がいらっしゃいますけども、ご結婚されてなかったんですよね。ちょっとね、僕も、もう毎日いろんなことを対処しなきゃならなかったりとか、例えば、国会の中継とかを一応録画していて、まあ見ていたりだとか、ニュースの一場面一場面で、その、僕が思った内容とかが、例えば、今だったら政治倫理審査委員会の座長の、塩谷さん、もしくは塩谷さんに伝わって、動画に、その内容をアップロードした方がいいと、まあ、そのアップロードとまでは言ってないんですけど、書いといた方がいいと、まあ、そういうようなことをおっしゃってるんですけど、結局ね、その記載漏れ云々に関しても書いた方がいいのか書かない方がいいのかとか、その過去に書けなかったっていう人もいるみたいなんですね。だからその辺の詳細とかは全然明らかになってないから、こちらとしても聞いていて判断が全く効かない。だからそれを世間にさらしてしまうと、その人がどうなるかっていうところで心配をされているのか、今までの積み上がってきた世界が全て公になってしまった時どうなるかという部分で、そのこんな方法で世の中を回していたっていう部分とか、だから、もう、その遊んではならないルールになぜここまで苦しめられなければならないのかなっていうのはありますね。で、世の中全体が、その、河川水門開始玉発電、地下水流トンネル、地下水流ストレートトンネル発電ですけども、回転扉式。あ、その辺のところとかも、その、誰かが動かなかったら何も始まらない。で、誰かが僕に声をかけてくれなかったら始まらない。で、それは、例えば、この間、ダイヤのエースの本を借りに行って、夜の23時過ぎぐらいに、返しに行った時に、コンビニのところにいた男性2名、なんか来たからとか、なんか、まあ敵意のあるような声ではないんですけども、まあ言ってくる。で、まずその距離だと、暗い時に、10メートル先の人間の顔なんか認識できません、まず本当に。で、声も覚えありません。で、若そうな声だったから、どうせ年下のものだろうなって。まあ男性2名で、男性2名で声かけて、複数で声かけてきてるから、結局まあ、どこの誰かわからない。で、もしかしたら、それが昨日、淡井圭介の横を買い物行った時に、夜、買い物行った時に横を行き品に通り過ぎた、元西武ライオンズの和田さんと、もう一人の男性は、全然身に覚えないんですけども、有名人の人ではないと思うんですよ。で、言ってる言葉が、本当は俺らだからとか、何か言ってるんですよ。だから、その、漫画の本を返しに行った時の2名がその2人だったのかとか、まあそういう風な話になったとしてもわからないんですよ、その時その時で。で、そういうような対応の仕方、その来たからとか、何かその断片的な言葉を急に言われて、自分がもし言われた時にね、どこの誰かわからない人に、何もわかんないでしょ。一応まあ警察官のパトカーが駆けつけてくれていたから、本当はもともと絡んできた連中かなっていうところだったんですよ。もしかしたら本当は俺らだからって言った人は、永田工業高等学校別科の、教師だった谷口先生かなとも一瞬思いましたし、いやけど身長がそれだったら違うなってなってきますね。その谷口先生は、まあ永田工業高等学校は阪神淡路大震災の後亡くなってから、警察官の服装をされてる状態で、神戸地方裁判所の、北の方にある交差点、歩いて数分ですね、大倉山図書館、まあ、中央図書館とも言うんですが、そこの体育館との間の、交差点の交通事故の破片を拾っていた人が、その永田工業高等学校の別科の教師だった谷口先生じゃないかなって、後から、まあ、家帰ってから気づいた方です。何かとこの人見たことあるなって。で、なんか
まあ、一人でこう拾ってるのもあれだし、手伝いましょうかって言ったんですけども、いや、いいですよってこう言われて。うん、あ、まあね、もうこれ、もう対応、対象者の数が多すぎて、その、あと電波で聞こえてくる声に関しても、途中からその歩いてって言われた後歩かなかった場合、いや、まだご飯も食べてなかった状態でしたからね、ご飯の食べてない状態っていうのも、昔、2019年に皇居行った時と何かパターンが似てる。15時にその皇居へ行きますって言っていて、あの、佳子様とかに会いにっていうことで行って、まあ結局、赤坂御所をぐるっと歩いて帰ってきてるんですけども、その時昼ご飯食べてなかったんですよね。で、まあ、カバンの中にパン2つだけ入っていて、まあ、それを食べようかなと思ったんですけども、それで足りるもんじゃないですか、どっか飲食店ないかなと、まあ、そのあたり探して、まあ、飲食店に入ってご飯食べて、で、まあ、結局、会わずで帰っていって、で、まあ、その時も、赤坂御所の、その、警備されてる警察官の方たちが、こっちも塞がってるからっていう鉄の門のところですね。皇居から赤坂御所を見て左手の方のところですね。あ、ちょっとぐらいはその僕の状況とか情報がその警察官の方たちには届いてるんでしょうけども、上の方の判断とかあるでしょうし、だから、このただただ遅延させる行為っていうのは、僕からしたらもう状況が全く理解ができない。で、ただ今日土曜日だったから、僕としても自分の以前、その失言、土曜日に、その結局、その起こされる云々とかもあるから、斉藤真美アナウンサーとか、宇賀夏実とかに会った方がいいのかとか、ただもうそれしたところで会って話し合いになるのかどうか、一応その結局、睡眠不足にさせられてるでしょう。で、先週の土曜日、誰か来たみたいなんですけども、多分わからない、本当に。外は歩けるだけの体力はなかったですから、あと、気だるさ、今日もそうですね。身体的にもしんどくなりましたね。睡眠は、一応、その、3時過ぎに、ああいうふうに、音声録音して、睡眠薬を飲んで、二度寝をして、まあ、朝8時ぐらいにはまた起きてるんですけども、まあ、基本的に睡眠不足の日が多かったっていう部分もあるんでしょうけども、朝起きた時はね、そこまでめちゃくちゃ体がしんどいわけではなかったんですけども、その時間帯になったらすごく体が疲れてる。だから、誰か来ようとしてる人、男性、女性に問わず、その人たちのしんどさを僕に植え付けられても困りますし、だからそれは、その、何かシステム的に変だなって、今度は外で走ってる足音が聞こえたんですけども、今度は歌手の三輪の声で逃げろっていうような電波の声が今ちょっと聞こえてきて、途中からその三輪という声に、佳子様の子供の頃の声から今日はチェンジしてる。で、今日は土曜日で、池上彰のニュースそうだったかもないし、違うのかなっていうところですね。まあ、天気は途中まで晴れてはいたんですけども、あの時間帯に歩いて、じゃあ何か解決したのかなとか、もう毎日この繰り返しですね。だからもうどれだけ苦しい目に遭ってるかっていうことを皆さんご理解してほしい。だから宇賀夏実も以前、神戸地裁の民事部の前で僕は座ってる時に、多分裁判所の人と口裏合わせをしていて、あの地点に現れてるんでしょう。だったらそれはそれで僕に声かけて何か話し合いしてくれなかったら、もうどこも僕、窓口ないですから、だから、河川水門外石田発電、地下水流トンネル発電のこともそうですし、その、結婚問題の件もそうですし、これは結婚問題に関しても、淡井圭介と結婚話をして、テレビに出た人たちも、本当はもうみんなっていうところなのか、もう僕もわからない、本当に。だからもう裁判所に、その、状況どうですかっていうようなところで、裁判しなきゃならないのか、何なのか。なんか僕もよくわからない、本当に。どうしたらいいのか。だからそうなってくると、一応、佳子様の対象者になってしまう場合があるから、さすがに、
秋篠宮家を相手に被告人の欄にその名前を書くのはさすがに僕はできない。でじゃあテレビに出た人間の中でその結婚希望相手のその結婚相手を決める云々の話になるのであるとすれば、なんとなく全ての話が出来上がってるなっていう気もするんですよ、その AI とかコンピューターの判断によってね。そうせざるを得ない道っていうのは最初から分かってる。もしくは法律にものすごく長けてる人であれば、そのコンピューターの稼働とかそういうふうな全ての状況っていうのを考慮したときに、その電波で会う方法に関してはハードルが高すぎるだとか、それはもともとその彼も本当は法律側だから、その普通に電話かける方法とかじゃなかったら無理だっていうことで、その結婚問題を今その結婚話をしてきた人たちでね、あの僕のこと好きだの、あ好きだのって言っちゃダメ、今のは訂正しておきます、ついつい言葉が悪くなってしまいました。もう精神的にもだいぶ来てますんで、あの裁判所で訴えるっていうことは、その、まあ、相手方っていう書き方もありますけども、基本的には被告人っていう書き方じゃないですか。まあ、まあ、結婚話だけの範囲でいくなら、まあ、相手方っていう形にはしますけども、まあ、そこで結局、どこかテレビ局、一局でもいいから、あの、出てきてもらって、もうそこで今までの件も世間に公開しましょうと。そのテレビに出るっていうことはいかに難しいことで、その結婚話を何とか淡井圭介の件がいかに困難であったかっていうことをこれ世間に公表してもらわなかったら、もうこちらも多分生活成り立たない。本当にそのまず法律だから、例えば弁護士さんとかもそのテレビとかでそういうふうなそのドラマ仕立てでこう VTR を作ったりとかして、でもう何もかも無理があった。で少なくとも僕は30歳前からテレビ局とや各芸能事務所とかに行ったりとかして会わせてもらえないかどうか、いろんな人たち、当たってみたけども、どこも対応していただけなかったっていうのはこれが現実なんで、だから何にも進んでないままほったらかしで、精神病院に9回、入院させられて、1回の入院が2ヶ月と、20何日で、まあ、完全に人生が、壊されてしまった状態。きついですね、毎日が。本当に以上です。話してると長くなるんで、もうこれぐらいにしておきます。で、今の時刻、ちょっとこれ、時計、時間ずれてるんですけども、もう17時29分。だからもう一日の過ごし方が、遊んでなくてもこれだから、もう大変とかそういう次元じゃなくなってるんですよ。その辺のところ、皆さんご理解してもらえませんかっていうことと、あと、テレビ朝日の大越さんへメッセージなんですけども、報道ステーションの。昨日、ロケット、との打ち上げでトレーニングされてた男性の方がいらっしゃったじゃないですか。まあその時の年齢かもしれませんけども、まあ60歳という表記でしたけども、今日一応その昼過ぎに野菜を買いに14時過ぎに JA の方へ行ったんですよ、有の中町にある。でその道で横をすれ違った男性が、まあその人に似てるかなとは思いましたね。ただしいやけど、まあその人がどうかっていう、まあ昨日の映像でその会うっていうことを言ってたじゃないですか。横を、信号の交差点を渡った時に一緒にこう渡るような形で、軽くこうこちらの方を、まあ、振り向くような形で、まあ、一瞬だけですね。で顔自体や髪型自体が、まあ、ちょっと変わってるので、だいぶね、だから60歳という年齢よりももっと年齢を重ねてるんじゃないかなっていうのが印象で、じゃあ昨日の映像っていうのは一体何年前の映像だろうって、少なくともあの映像見たことあるんですよ。ニューヨーク行ってから、資金集めうんぬんっていう話で。もしかしたら、ZOZO タウンの前園さんでしたっけ、まあ、社長という役職の方でしたけども、あの方も宇宙に行かれた方じゃないですか。まあ、
そのゾゾタウンの社長さんより前に宇宙に行こうとしていた方か、その後の方なんじゃないかなっていうところですね。もうそのニュースに対してもうまた名前忘れ始めましたね。あの女性の髪の毛染めてた方、あの人もうこう笑顔でこう夢のあるような言い方とかするでしょ。もう本当のそれ真逆だっていうことをしっかりとした情報で放送してもらう方、これ無理です本当に。途中でその交渉行かれてる日本の製薬会社の人たちでしたっけ、本当のところはどうかわからないですよ。そういうふうな紹介があるだけで、本当は別の会社だったりだとか、まあ、そこで話されてる人に対して私がここの声とかで伝えたのは 99% 以上は海底ケーブルで情報交換してますって。だから本当にいるのかいらないかっていう、その人工衛星ですよ。でまあその方もそういうふうに聞こえたみたいで、もしくは誰か別に聞かれてる人がその人に伝えてくれたみたいで、その人は本当はどれぐらいいるかだからっていうことを、口の動きだけですけどね、あ、多分そう言ってくれてるんだろうなっていうのは分かりました。でこれが僕の送ってる毎日であって、まあ政治倫理審査委員会に関してはそのキックバック、要するにお金の件に関しては安倍政権の頃にそのお金をキックバックするのはなしだっていうような形にしようとしてたらしいんですよね。でそれで決まったのになぜそうなったんだっていう話にもなってますし、よくわかんないですよ、詳細が出てこないから。少し前の、内容ではその、会議だとか、まあ、パーティーを開いた議員さんの方が赤字になってるだとか、そういうふうな言うに言えないみたいな形、自分たちでその負担しなきゃならなくなってるみたいな放送も確か見たことあったと思うんですよ。ずっとこれ話が行ったり来たりしてるんじゃないかなっていう、もう分かんない本当に。もうちょっと詳しい内容で、今までの放送した内容を多分まとめきれないんだと思うんですよ。各報道番組があって、全てのいろんなニュースを放送しようとするでしょう。そしたらもうあんな情報量を管理できなくなるでしょう。そのアナウンサーにしても、まあキャスターにしてもそうですけども、報道番組に出てる人が整理整頓できます？各番組によって集めてきてる情報がちょっと変わってたりとかしますよ。